田中さん、今日新潟市は日差しも届いて、昨日一昨日ほどの寒さはなかったなという体感だったんですけれども、はい、気温どうでしたか？そうですね、はい、今日正午の気温見てみますと、新潟市中央区は 5.3 度でした、まあ、平地は5度前後となったんですが、はい、日差しがあったのでね、昨日ほどの寒さは感じなかったかもしれません、そうですね、かなり高いというわけではなかったですね。そうですね、はい、で一方で津南町 0.6 度と、山沿いでは日中も厳しい寒さが続きました。さて明日の県内は変わりやすい天気となりそうです。明日午前9時の予想天気図見ていきましょう。明日は日本海に低気圧が発生して、これがゆっくりと県内に近づいてくる見通しです。このため県内はゆっくりと天気が下り坂に向かうでしょう。で夜はですね、大気の状態が不安定となりますので、雷を伴うところもありそうです、はい、では明日の天気の移り変わりを見ていきます。こちらは明日の朝6時の予想です。朝ですね、各地こう雲が広がりやすいものの、大きな天気の崩れはなさそうです。動かしていきますと、午前中は晴れるところが多いでしょう。ただ午後は次第に雲が増えて、お帰りの時間帯は所々で雨や雪が降りそうです。でまた降り方の強まるところもあるでしょう。で夜遅くはですね、この上越中越のオレンジ色の表示のところでも天気が崩れる可能性が高くなりそうですので、空模様の変化には注意をしてください。では全県的にこう天気崩れたまま、はい、土日に入っていきそうですかね。そうなんですよね、はい、土日の寒気の予想こちらなんですけれども、あさって土曜日は濃い 青で示しました大雪の目安となる寒気がここ県内付近まで降りてくる見通し で、はい、で日曜日はですね、この水色で示したマイナス30度以下のこれ真冬並みの強い寒気が依然として居座る見通しです。このため土日はですね、平地でも広く雪が降りますし、山沿いではこの時期としては大雪となるところがありそうです。まだまだ油断できないですね。そうですね、はい、で風も強くて吹雪くところもありそうですから、土日お出かけ予定の方は注意をしてください。